なぜ濱口監督とカンピオン監督の映画で俳優の演技が特別と感じるか、今回リサーチして少し分かった気がします。今回アカデミー監督賞にノミネートされたドライブマイカーの濱口竜介監督も、パワーオブザドッグのジェーン・カンピオン監督も、お二人は作家性芸術性の高い監督です。この二人の映画の中の人物たちは、普通の映画の人物たちとどこか違う存在感、リアルさがあります。なぜそう感じるのでしょう。演技のことはわからないんですが、いつも演技については興味をそそられ不思議に思っています。うまいけど演技を感じさせる俳優と、いるだけで何か引きつけられる俳優がいます。この二人は演技に独特の方法をとっていらっしゃいます。それが何を狙っているのか、俳優の演技に何を求めているのか、映画で何を表現したいのか、彼らのインタビューを漁って考えてみました。濱口監督とジェーン・カンピオン監督の間には多くの共通点がありますが、違うところもあります。結論から申し上げますと、お二人の共通点は演技でない無意識に出てくるものを求めていることです。お二人が俳優に求めているのは、無意識に出る感情、潜在意識か、さらに潜在意識のまたその下にあるものです。しかしお二人の目的は微妙に違います。濱口監督が求めているのは自然さです。本物の感情、人間の素顔です。濱口監督は東北でドキュメンタリーを3本撮っていらして、その時インタビューした人たちの自然さに感銘を受けたそうです。それを再現なさりたいのでしょう。ハッピーアワーでこれはドキュメンタリーでないのかと思う長いシーンがいくつもありました。濱口監督が言っています。映画はカメラが捉えた俳優のドキュメンタリーだ。セリフを言っている俳優のドキュメンタリーだ。演じている俳優のパーソナリティをカメラが捉える。このハッピーアワーで出演した4人の女性は素人か素人に近い人たちでしたが、ロカルの映画祭で4人まとめて主演女優賞を受賞しました。本物の感情は国を超えて、言葉を超えて伝わるのです。カンピオン監督は無意識、潜在意識のそのまた下に隠れているものに興味があります。潜在意識の下に埋もれている秘密を掘り出したい、無防備なもの、見ていると辛くなるようなものを引き出したいとおっしゃっています。カンピオンは演技についてもこう言っています。存在感は演技よりリッチ、豊かです。人や映画の人物はそれぞれその人なりのポエジー、詩的なポエティックなものを持っている。それを引き出したい。カンピオンはまた映画のテクスチャー、質感について語ります。人物の持つポエジーはその映画のテクスチャーを作ります。カンピオン映画には独特の美しい、ちょっと怖い質感があります。お二人はこういう生なもの、正直なもの、故に人を感動させる演技を求めていらっしゃいますが、それを俳優からどう引き出すのでしょうか。まず撮影前の準備を見てみましょう。さすがお二人とも独特のメソッドと方法を編み出しています。濱口監督は俳優に本読みをさせます。ドライブ・マイ・カーで劇中劇のチェーホフを演じる俳優たちが本読みをしていたみたいに、感情抜きでシナリオを読みます。これはジャン・ルノワールやロベル・ブレソンが採用していたイタリア式本読みと似ています。濱口監督は説明しています。
言葉が口に慣れると体がリラックスしてその言葉を言える。すると体自体から出てくる声になる。濱口監督は現場に行くまでトーンを決めていないそうです。その場で起きる即興的なものを待っています。俳優が相手をよく見てよく聞いて出てくるものが演技の中核だと言っています。俳優の西島秀俊さんもおっしゃっています。本番になった時に相手が初めて感情を込めてそのセリフを言うと、突然目の前に来た人がパーッと現れたような感じがして毎回感動するんですよね。不思議な感覚です。濱口監督はまた精密に背景設定をします。人物のバックストーリーも詳しく作り、サブテクストも作ります。俳優たちは映画にないシーンを演じます。それで映画のシーンの前後の状況とその人物をより理解できるようになります。カンピョン監督はどういう独特の準備をして現場で何をしているのでしょうか。本番の前に俳優に時間をたっぷりあげるそうです。パワーオブザドッグのベネディクト・カンバーバッチはジェーンは時間をたっぷりくれたとおっしゃっています。実際モンタナの牧場で数ヶ月過ごしています。彼が撮影現場に入ってきた時、カンピョンはカンバーバッチをフィルと言って紹介したそうです。フィルは映画の中の人物です。カンピョン監督は撮影していない時もその人物でいるよう俳優に要請するそうです。現場で監督は何も言わないそうです。 OK も出さない。それで俳優は監督を喜ばせようといろいろ試すそうですが、最後には諦めます。演技するのを諦めます。作為をやめた時、そこに何かが生まれます。監督はやっと今あなたがやっていることが好きだと言います。こうやって俳優はだんだん求められているものが分かってきます。カンピョンの言うには、俳優はこういうふうに演じようと撮影前に準備してきますが、それを捨てさせたい。監督の役目は正しい瞬間を感じることです。俳優の演技がどういうインパクトを観客に与えているか感じることです。カンピョンは観客になって現場でリラックスしようとします。リラックスして観客になったつもりで演技を見ます。その瞬間自分にどういうインパクトがあるかどうか見極めます。監督はプレゼンス、存在感が大事だと言います。俳優に喋らなくてもいいと言います。ブライトスターという映画は詩人キーツのお話ですが、キーツと恋人が黙って並んで座っているだけで泣けてきました。俳優に潜在意識の下の感情を要求するお二人ですから、俳優と一緒にシーンを作っていきます。俳優の素顔を役に投影します。濱口監督の場合、セリフを役者に合わせて変えます。ドライバーを演じた三浦透子さんがおっしゃっています。セリフの細かい言い回しについても本読みを重ねながら、私たちの言葉になりやすい言い回しを考えてあてがってくださいました。ハッピーアワーも俳優さんたちの意見を取り入れて、より自然なセリフを作っていたそうです。カンピョン監督も俳優とコラボします。エンジェル・アット・マイ・テーブルで主演した女優さんは、カンピョン監督は決して自分が全て分かっているとは思っていなかったと言います。ピアノレッスンのホリー・ハンターはカンピョン監督と2人で推しの主人公を作っていたそうです。私たちは深く深く入っていったと言います。パワー・オブ・ザ・ドッグのベネディクト・カンバーバッチもカースティン・ダンストもカンピョン監督ほど俳優を世話してくれる監督は知らないと言います。
濱口監督とカンピオン監督の映画で、俳優の演技が特別と感じるか、今回リサーチして少し分かった気がします。演技は私にとってミステリーです。興味がつきません。皆様の演技についてのイメージやお考えも教えてください。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。